武蔵浦和駅。武蔵浦和駅は、埼玉県埼玉市南区別所7丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本の駅である。当駅に乗り入れている路線は、線路名称上は、東北本線、別線と武蔵の線であり、詳細は、路線記事及び、鉄道路線の名称を参照、東北本線を当駅の所属線としている。東北本線別線に関しては、 運転系統としては、埼京線の電車が乗り入れており、旅客案内では、東北、本線の名称は用いられない。駅番号は、埼京線が JA21、武蔵野線が JM26。このほか、当駅の武蔵野線西浦和方からは、東北本線の世の大宮方面へ通じる武蔵野線支線、西浦和支線が分岐している。 この支線は主に貨物列車が使用するほか、下尾佐号などの旅客列車も経由している。下り線、世の方面は駅のすぐ西側で、武蔵野線から分岐しているが、上り線は西500メートルほどの地点で合流している。これらの分岐、合流地点は、当駅が開業する前は、田島信号場とされていた。武蔵野線は、相対式ホーム2面2線、1.2番線。 最強線は、島式ホーム2面4線、3から6番線を有する高海駅である。最強線の快速や、通勤快速は、当駅で上下線ともほとんどの列車が、緩急接続を行う。最強線が、武蔵野線をオーバークロスしているが、武蔵野線支線への分岐のためそれぞれのホームは、両線の交点から少しずれた位置にある。 一番線ホームへは階段を使い、武蔵野線の線路の下をくぐって至る格好となるため、乗り換えは長い距離を歩く。4.5番線は、各駅停車が快速、通勤快速の待ち合わせを行うほか、平日の朝夕ラッシュ時は当駅折り返しの新宿、新木場、大崎方面の列車が使用する。武蔵野線と埼京線との連絡通路には、 最強線の始発電車の時間が書いてあるポスターがある。改札口は一箇所のみ、自動改札機設置である。指定席券売機、自動券売機、緑の窓口が最強線ホーム下の改札口右手に設置されている。武蔵野線のホームへは連絡通路を介するため距離がある。最強線ホームは、外側の3番線と6番線を本線としており、当駅で、 快速、通勤快速の待ち合わせを行う、各駅停車や当駅始発、終着列車は、対比線である4番線と5番線を使用する。出店、JR 東日本、駅構内図1985年9月30日開業の最強線の各駅、全住駅には、駅ごとに異なる色が配されている。当駅のカラーは桜色である。 その後、武蔵野線の駅カラー導入時にも当駅は、最強線のホームと同じ色になっている。2019年8月7日までは、全番線とも定築制作のメロディを使用しており、最強線ホームの3.4番線と5.6番線は、それぞれメロディが統一されていたが、8月8日から対比線である4.5番線のメロディのみ、スイッチ制作のものに変更となった。 バリアフリー設備は、最強線ホーム、3.4番線、5.6番線、へは上り、下りエスカレーターと、エレベーターが、各一基設置されている。このうちエスカレーターは、平日朝ラッシュ時には2台とも上り専用となる。武蔵野線ホームの2番線、府中本町方面へは階段を使わずに移動できる。1番線、西船橋方面側にはエスカレーターが、 設置されているが、エスカレーター設置以前は、階段昇降機、リフトが設置されていた。また、1番線と2番線とは、エレベーター2基と通路で結ばれている、2014年3月17日に、共用開始。トイレは、改札内に1カ所設置されている。多機能トイレも設置されている。コインロッカー及び、照明写真自動撮影機が、改札内外に、 それぞれ一箇所設置されている。改札内を通過する乗り換え客が1日約15万人に上ることから、下記2014年12月に店舗22店で構成される駅中ビーンズキッチンを開業した。運営は JR 東日本都市開発が行っている。また、老舗書店として知られるスハラヤが初めて駅中に店舗を展開した。 その他のテマントの詳細は公式サイト、フロアガイドを参照。2018年、平成30年度の1日平均乗車人員は53,963人で、JR 東日本管内では、国立駅に次いで、第93位である。また、2010年度の最強線武蔵野線間の1日平均乗り換え人員は91,971人で、ある。なお、 統計には含まれていない乗り換え客も含めた場合は1日約15万人となっている。最強線の赤羽大宮間で通勤快速が停車する唯一の駅であることもあり、埼玉市内で最も都心への距離やアクセス時間が短い駅として利便性が高い。再開発によってタワーマンションが次々と建設されていることから利用者数は増加傾向にある。 最強船内、大崎大宮間では20駅中、第8位、武蔵野船内では26駅中、第5位である。開業以降の年度別の1日平均乗車人員は、下表の通りである。当駅周辺は、埼玉市の副都心と位置づけられており、約52ヘクタールが9つの外区に分けられ、複数の大規模再開発プロジェクトが進行中、または完成している。 駅前には南区役所の入る複合施設、サウスピアがあり、超高層のタワーマンションが8等竣工、または建設中である。ホテルオフィス、商業施設などの建設も検討されている。当駅に発着する路線バスは国際工業バスにより運行されている羽田空港への共同運行路線を除く、東西の駅ロータリー及び駅高下下の田島通りに 複数のバス乗り場が設置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。